はい、皆さん、こんにちは。それでは、賃貸不動産経営管理士の無料公開セミナーということでですね、今日は、賃貸不動産経営管理士実務課に聞く、賃貸管理業の仕事内容は、資格を持っているとどう違うということでもってですね、実際に賃貸住宅管理の現場でもって活躍されている実務課の方にですね、お越しいただいて、お話をお伺いしたいと思います。で、最後にですね、ご質問もお受けいたしますので、ご質問のある方はですね、Zoom の Q&A からご質問をお願いしたいと思います。で、質問される場合に関しては、匿名で質問するをですね、これをご選択いただいて、ご質問いただければと思います。では、今日お越しの、実務課の方なんですけれども、株式会社、ハウスメイト、マネージメント、ソリューション事業部課長の、井部直子さんです。じゃあ、皆さん、ちょっと自己紹介をお願いできますか。皆さん、こんにちは。株式会社ハウスメイトマネジメントの井出と申します。簡単に自己紹介をさせていただきますと、私は今、ハウスメイトグループに転職を、他の、賃貸管理のお仕事をしたんですけど、そこから転職をして、今、21年勤めています。ハウスメイトに入社した最初の5年間は、仲介の業務をやりまして、その後、今日のテーマになる賃貸管理業は、現場の担当と、あと支店長を合計して10年間、賃貸管理の仕事をやっていました。その後は、賃貸管理の契約をする業務を4年やり、今はオーナー様の資産承継とか相続とか、あと賃貸住宅のこう価値をどうやってあげるか、そういう相談業務を行っております。今日よろしくお願いいたします。井部さんはみずほ不動産販売のホームページで、コラムをですね、毎月掲載されていて、これが非常に面白いですね。投資家の方とかですね、あるいは、現在の不動産オーナーの向けの、コラムを書かれていてですね、大変参考になりますので、皆さんもぜひよろしかったらですね、みずほ不動産販売のホームページに載っかっておりますので、参考にしていただければと思います。ありがとうございます。はい、じゃあですね、早速、お話を伺っていきたいと思うんですけれども、まずテーマとして1つ目がですね、ちょっとかなり大きいテーマなんですけれども、賃貸管理業の現状と重要性ということでもって、昨年、賃貸管理業を改定もってですね、新しい法律が施行されました。で、皆さんご存知だと思いますけれども、賃貸住宅管理業法という法律ですね。で、この法律でもって、賃貸住宅の管理、で、200戸以上管理している業者については、国土交通大臣に登録が義務付けられるということなのでですね、結構、この法律の施行をもってですね、業界に関してもいろいろ変化が生じたんじゃないかと思うんですけども、そのあたりも含めてですね、ぜひ現状と重要性ということでもってお話しいただけますでしょうか。はい。賃貸管理業って多分皆さん、不動産の仲介業と管理業の見分けがつかない方がすごく世の中多くてですね、例えば不動産屋さんのイメージっていうと、駅降りて看板あって、お部屋探しに行くところで、私たちのハウスメイトグループでも、部屋探しの会社だと思って就職してくる若者たちがいるんですけれども、賃貸管理業って本当にこうまだ歴史が浅くて、仲介はお部屋を決めたら仲介手数料をいただきますけど、管理でお金をもらうっていうのが、多分ここ50年ぐらいの歴史しかないんです。非常に短い歴史しかなくて、あとは賃貸管理の、日韓協、日本賃貸住宅管理協会っていうのもできたのも2001年とかで、本当にまだ業界が浅いです。で、お金をいただいて管理をやらなきゃいけなくなったっていうのは、やっぱりいろいろこう難しいことが、クレームが出たり、何か室内で物が壊れたり、空いた時に決まらないとか、いろんなことがこう問題が起きてきて、やっぱりこれはちゃんといろんな相談ができる管理をお金を払ってやってもらおうっていう、そういう仕事になってきた、そういうことになります。で、それがこうずっと続いてきて、で、ちょうどいろんな賃貸管理の仕事をする会社さんが増えましたけど、じゃあ管理って何の仕事をしてるんだっていうのが、あまりこうきちんと体系立ってなかったんですね。大昔の賃貸管理の契約書、うちにも残ってますけど、ペラペラって1枚でいただいた共益費を使って適宜
管理するみたいなものとかもありまして、なんかその適切にやるっていうことはじゃあ何なのかって法律も本当はあるのにちゃんとこう分かってなかったとかということがあるので、それが去年ちゃんと法律ができて、やっとこう賃貸管理業にこう光が当たったというか、そういう感じに現場としては思ってます。なるほど、はい、分かりました。まあ、法律ができて、いろいろ規制がされるわけですけども、それによってやっぱ業界そのものがこういい方向に向いていく、発展していくということが、まあ大変重要なのかなということですかね。はい、はい、もう私たちにとってはもう大革命が起きたぐらいなこう法改正ですね。とうとう私たちの時代が来たなと思ってます。実際、まあ、管理って結構ね、重要ですよね。地味なんですけどね。地味、そうそう、大変仕事としては、まあ、地味ですけども、で重要 で、結構その、なんでしょう、もうけの観点から考えてみても、しっかり利益が上がるということで、やっぱりこれからは不動産に関しても、単にこう壊して、建てて売るというよりかは、あるものをうまく使って管理して、しっかり利益を上げていくという方向性ですかね。でまあ、住んでる方にも喜んでいただいて、はい、管理会社も儲かって、はい、でオーナーさんにも喜んでいただくという方向の賃貸管理というのが多分重要ということです。はいはい、お仕事のモットーで、私大変感銘を受けたんですけど、井田さん の仕事お仕事のモットーで、大家さん、入居者さん、不動産会社の三方よしというのが、まさしくそんな感じで、これからはそれが非常に重要になっていくということでよろしいでしょうかね。はいはい、賃貸管理業ってすごく他の業種と比べてすごく変わってるなと思うのが、こうお客さんが2方向いて、うんうん、入居者さんとオーナーさんとやっぱりこう向く先が2つある、でその間を取り持ってるっていうのは、はい、なかなか普通他の仕事だとないのかなと思いますので、そういうところでは非常にこうスキルもいりますし、特殊な仕事なのかなと思ってます。楽しいということはありますか？やっぱりやっぱり充実感はあると思うんですけども、日々仕事をしてて、昔ですね、実際に現場に持って仕事をしてて、やっぱり楽しいと思える瞬間っていうのがありましたか？楽しいのはそうですね、たくさんありますよ。大変なのと同じぐらいありますね。うん、やっぱり自分たちが関わることでなんかトラブルが解決したり、あとこうなかなかうまくいってなかった賃貸住宅がこう再生されて、すごくこう収益が上がるいい物件になっていったり、あとはまあそうですね、対人の部分が多いですかね。ありがとうって言われることもありますし。はい、わかりました。じゃあ、次にですね、まあ、今もかなりお話の中でありましたけれども、賃貸管理業の具体的な仕事の内容ということなので、まあ、今回賃貸住宅管理業法って法律の中では管理業務って仕事の定義付けをしていて、で建物の維持保全と、あとは賃料とか敷金なんかの金銭管理という、まあ、この2つを取り上げて、まあ、管理業務と定義付けしてますけど、実際の管理業務というのはもっと幅が広いですよね。広いですね。こういうふうにこういう席に呼んでいただいたんで、改めて昨日もいろいろ考えていたんですけど、私たちこの管理業の現場にいるものから見た賃貸管理業、何やってるかっていうのを説明をすると、やはり対入居者さんとの、まあ、賃貸借契約があって、入居者さんから当然家賃をいただく、未収だったら払ってくださいって督促もする。でじゃあ退去したいよって言ったら、いつ退去までですか、いつまで退去ですかって言って、家賃がじゃあ日割り家賃はいくらで、立ち会いして敷金はどう精算してっていう、その対入居者さんの分の仕事と、あとはそのオーナーさんとの管理契約がありますんで、入居者さんからいただいた家賃を適切に支払うとか、あと何か工事があったらそこから頂戴するとか、と建物自身の管理もあり、消防点検とか、排水管の清掃するとか、ポンプの点検をする、あとは廊下を掃除するとか、草むしりをするとか、いろいろあるんですけど、やっぱり入居者、オーナー、建物、この3つの管理がこういろいろこう相まってやるのが管理かなと思ってます。あとは今主に手掛けていらっしゃるようなお仕事で、その現場の管理のもう一つ先ですかね。はい、オーナーさんから相談を受けて、はい、事業承継の話であったり、はい、あるいは、まあ、土地の、はい、
運用の話だったということで、はい、でその辺もやっぱりこれからの管理業については、はい、多分重要な仕事になってくると思うんですけども、はい、今実際そのあたりをされていて、具体的にどんなお仕事されているかとか、はい、どう思われているかちょっとお話しいただけますか。はい、わかりました。今私はコンサルティング営業室というところで各管理の現場の視点からいろんなオーナーさん、担当オーナーさんから上がってくるいろんなお悩みを受けて、それを解決する相談に乗るような業務をしているんですけれども、やっぱり賃貸オーナーさんの悩みって本当に多岐にわたるので、やっぱり相続が発生して、自分が相続した物件がこう空きが多くて、でお父さん自主管理してたけど、今後自分はサラリーマンだから管理会社を頼みたい、でどうやったらこの物件をちゃんと再生できるのかっていうご相談をいただいたり、あとはもう古くなって建て替えたいと、じゃあ更地にして次建てるときに、じゃあどういうものを建てたらちゃんと経営が安定するんだろうとか、あと相続が心配だとか、本当にこういろんな相談が来るんですけど、じゃあ新築建てるよとか、あと既存の物件を再生しようって言っても、この賃貸不動産系管理の現場の管理の知識がないと、そもそもがこう組み立てられないというか、じゃあどれぐらいお金がかかるのか、どれぐらい家賃が入ってくるのかとかって分からないと提案もできないので、そういう、こう現場でずっと培った知識がベースにあって、さらにそこに資産承継とか相続とか新しい次の仕事ができてるんだなというふうには思ってます。はい、まあ、ベースに基礎的基本的な賃貸管理業務の仕事が、はい、仕事を経験したりとか、はい、身につけた知識があった、その上でもっていろんなそういう、まあ、経営的な話だとか、はい、そういった承継的な話とかの、はい、こうコンサルティングなんかができるという、はい、下積みがすごく生きる仕事ですね、もうずっと続いていく感じです。そこまで含めて、まあ、賃貸管理という形ですかね、はい、いわゆるプロパティマネジメントって言われてるゾーンの仕事って、はい、いうことでよろしいでしょうかね。はい、そうだと思います。相続の相談とか、今は遺言の作成をお手伝いしたり、家族信託の相談を受けたり、そういったこともやってます。なるほど。本当にすごくこう幅が広いですし、奥が深いですよね。はい、本当に広い知識も必要ですしね、人間性もなんかもやっぱり必要ですね。そうです、付き合いが大事だということになりますね。結局調整の仕事なん ですよ、ね、入居者さんとオーナーさんとか、オーナーさんでもこう息子さんとオーナーさんの親子関係とか、やっぱりこういろいろ相反するようなことも出てくるので、それを調整していかないとうまくいかない。なるほど、わかりました。はい、じゃあちょっと賃貸不動産経営管理士に関してもですね、少しお話を伺っていきたいんですけれども、まず、井部さんは2013年に、資格を取得されていらっしゃるということなんですけれども、はい、取得の、まあ、きっかけですかね、はい、それについてちょっとお話を伺いますか。はい、2013年は私現場の管理の担当を6年やった後、足立区の下町の方のエリアの管理の支店長、責任者をやらせていただいていた時で、本当にこう現場で6年間やってた時は、業務も教わるものが何もなかったというか、見て覚えろというそういう世界 で見て覚えるにもこう先輩たちもみんな忙しそうで、習う時間もなくて、やっぱ失敗しながらやってきた管理業をずっとやってきたんですけど、それが管理の支店長になって、今度自分が部下に管理業を教えていかなきゃいけない立場になったんですね。当時6人ほど部下がいたんですけれども、でその時ちょうどこの資格ができて、ちゃんと会社としてもこれは我々賃貸管理業が取るべき資格だから、もうみんなもう取れる人はみんな取りなさいっていう指示が会社からも出たので、じゃあ私も取ってみようということで取ることにテキストを手に入れたんですけど、6年間こう現場で見て覚えろって言われたことが全部テキストにきれいに入ってるっていうことにものすごく感動して、はい、私たちが普段やってたなんかこう闇雲にやってたことが体系立ってるのを初めて見たっていうところがあって、はい、すごくいい資格だなと思って。そうなんですね。はい、普段こうちょっともやっとしてたところがちゃんとこう書いてあって、こういうふうに教えればいいのかとか、そういうことも分かりましたし、自分がこう普段やってることが確認にもなりましたんで、すごくこういい資格だなと思いました。まあ、管理業務をこう体系立てて学習できるっていう、はい、この業界でもって一番基礎になるべき知識を、はい、
体系立てて一から勉強して身につけることができる、はい、まあ、そのためにあの資格取得というのは非常に有効だという形ですかね、はい、必要なことがあのやっぱちゃんとまとまっているものと世の中に他に書籍がないと思うんですよね、うん、このこう学問的にもそういうものがないと思うので、うん、あのすごくこれをやることで日常の基礎知識、あと法律の知識とかそういったものが一通りちゃんとこう得られるので、こう就職にも多分役立つと思いますし、普段こう仲介業から管理業に移ったとかそういう方にとっても全く違う仕事なので、あのこういう基礎の知識があるとだいぶ違うかなというふうに思います。なるほど。あの伊部さんのですね、お持ちの取得の資格、ちょっと私の手元の資料にあるのでご紹介させていただいていいですかね。あの、上級相続支援コンサルタント、日韓協ですね。日韓協ですね、はい、あとは、CFP ですね、はい、これはなかなか3年間かかって取りました、ね、難しいですよね、はい、で、あの、一級ファイナンシャルプランニングですね、はい、あの国家資格のやつですね、はい、あとは、これも業界の資格ですね。これも結構難しいんですけど、公認不動産コンサルティングマスターってやつですね。はい、宅建を取って5年実務経験、ね。経験がないと受けないってやつですね。はい、であとはあの、賃貸不動産経営管理士ってことなんですけども、他にもお持ちなんですよね。あの、宅建士、あの宅地建物取引士は持ってます。お持ちですし、あの特にあの賃貸、管理業務やっていく上でもって、あの今あのご自身がお持ちの資格で構わないんですけども、はい、どの資格が一番相性がいい、まあ、多分あのお仕事、今の担当されてるお仕事をきっかけに、はい、あの CFP かなって気がするんですけども、どうでしょう。 CFP はちょっとあの取るのがすごく時間もかかって大変なので、はい、もし自分が自分の部下、当時の部下に言うとしたら、はい、まあ、まず宅建取って、はい、あの賃貸不動産経営管理士、はい、あとは FPとか AFP 2級ですね。そうですね、くらいがとりあえずあると、だいぶ幅が広がるというか。なるほど、なるほど。でもうちょっと頑張れる人はコンサルティングマスターか CFP を取るといいかなと思います。なるほど、なるほど。あの結構そのオーナーさんとの間でもってその経営に関して話をされるって時に、はい、例えばその経営の知識っていうかあの会計の知識っていうのはどうなんでしょう、はい、まあ、置きとかですね、はい、それの知識が必要になるケースっていうのは、はい、ありましたか。簿記は持ってないんですけれども、あのちょうどそうですね、 FP の勉強の時に、まあ、税のこととかはやりますし、はいはい、あとコンサルティングマスターでもそういうのが出てくるので、はい、ある程度こうなんとなく触りはやりますね。あの結局オーナーさんと対応してて必要になるのが、あのオーナーさんの確定申告書を見せていただくことが結構あるので、はい、 そうですね、その確定申告書が読めないとその相談にならないというか、そういうのはあの FP で勉強しました。あ、そうですか、はい、あの結局その確定申告書を作るために、損益計算書とか、はい、貸借対照表があると思うんですけど、はい、そういったものをこう目にするというか、はい、いうことはありましたか。ありますね。ありますか、はい。でやっぱりそのあたりは賃貸不動産経営管理士としても知識として持っていた方がいいかなという、はい、そうですね、ところですかね。ステップアップができればあのいいと思います。まずはそのベースの賃貸管理がちゃんとできるっていうところが信用のベースになるので、普段の賃貸管理ができてない人に相続の相談しませんから。そうですね。でそのベースがまず大事で、そこができて次っていうこう上乗せしていく感じです、はい、なのでその中に一つの会計の知識とかも、はい、まあ、今後必要になってくる可能性はあるかもしれないですね。あると思います、同僚であの簿記をちゃんと持ってるものがいるんですけど、やっぱり自分よりもすごく一歩進んだ提案ができてるなっていうのは。あ、なるほど、はい、思います。なるほど。あのちょっと実はこの話したのはですね、あの今年の本試験でもってですね、もしかしたら会計に関する出題がですね初めてされる可能性があるので、あのまあ、簿記3級の本当初歩的な仕分けぐらいですかね。でそれをちょっと今後ですね、あの勉強していく必要が少し出てくるんじゃないかなということがあったので、ちょっと触れさせていただきます。やっぱ実務でやっぱそこは必要になってきますよね。そうですね、あの
結構法人化の相談とかも来るんですよ。あ、そうしますと本当に財務諸表読めないと、はい、まあ、話にならないというところありますよね。はい、あとはその個人の所得がすごく上がってきて、あの国民健康保険がすごく高くなってきてどうしようとか、なんかそういうことも相談に乗るので、やっぱこう会計の帳簿が見れないと何をおっしゃってるか分かんないですもんね。なるほど、なるほど。あとですね、今回の賃貸住宅管理業法の中で、業務管理者というものが定められていますね。でこの業務管理者というのがですね、賃貸住宅管理業者はあの事務所に1人以上置かなきゃいけないというですね、まあ、法定設置が今回義務付けられています。でこの業務管理者というのはその事務所でもって業務に従事している方の、まあ、その業務に関して指導監督するという役割を担っている、まあ、あの私はこの役職の一つみたいな位置づけで捉えているんですけども、まあ、名称なんですね。で、賃貸住宅管理業法の中でもって、事務所に一人以上置かなきゃいけないのはこの業務管理者ということになっています。で賃貸不動産経営管理士という国家資格はその業務管理者になることができるっていう資格なんですね。だからちょっとそこが少し複雑で、あの分かりにくいところなんですよ。法律では事務所ごとに業務管理者ってものを置かなきゃいけない。で賃貸不動産管理、賃貸不動産経営管理士はその業務管理者に、まあ、つくことができるその資格ということになります。で実際ちょっとなんか複雑なんですけども、あの現場ではどうでしょう、業務管理者っていうその役職と、賃貸不動産経営管理士っていう国家資格者、この2つの区別っていうのは皆さんきちんとつけてあのお仕事されているんでしょうね。あまり私が見る限りでは、そんなにこうあの区分けしてる感はなく、あの賃貸不動産経営管理士の資格がないと結局オーナーさんと の管理契約が説明できないですし、管理契約2年更新なんですけど、もうたくさん管理物件があったらしょっちゅうしょっちゅう更新が毎月あるんですが、その時にこう例えば管理料値上げとか値下げとかなんかちょっと条件が変わったりするともう一回やっぱり説明をしなきゃいけなくて、はいはい、でその時にちゃんと資格者業務管理費が やらないといけないっていうのがあるので、はいはい、まあ、経営管理費持ってる人がその、まあ、更新業務とか契約業務ができるよと、はい、まあ、イコールのように扱ってますかね。じゃあほぼイコールみたいなと、はい、形で、まあ、現場では、まあ、あの見られていることが多いと、はい、でまあ経営管理士持ってない人は、まあ、でも宅建持ってて実務経験があって業務管理者になれるみたいなのも、まあ、ありますけど、やっぱりそうなんですね、経営管理士イコールもう管理契約ができる人っていうイメージですね。なるほど、なるほど。あ、今ゆさんの方がお話があったんですけど、その賃貸住宅管理業法の中でもって定めている業務管理者って実はですね、あの賃貸不動産経営管理者じゃなくてもなれるんですよ。で、あの宅建士でも宅地建物取引士でもあの管理業務に関して2年以上の実務経験があればですね、なることができるってことになってて、だからまあ、あの業務管理者っていうそのポジションにはですね、賃貸不動産経営管理士かあるいは宅建士がねつくことができるというのが実はまあ実態ですね。でただ あまりそのところはもう区別つけずに、あのまあ、あのきちんと説明ができるということを前提に、まあ実務のところでは扱われているっていう感じですかね。そうですね。だ実際その宅建での知識と賃貸不動産経営管理士の知識が違うので、やはりあの管理業務っていう中で説明をするとしたら、やっぱり賃貸不動産経営管理士を持っていて業務管理者として説明するっていうのが、まあ、ある意味王道というか。そうですね。オーナーさんにもちゃんとやっぱり聞かれたことも答えられますし、そうですね、宅建業と全く違う仕事ですね。そうですね。はい、あの宅建士の資格でできることと賃貸不動産経営管理士の資格でできることっていうのは明確に違いますから、はい、やはり管理業務を行っていくっていうよりは、あの賃貸不動産経営管理士の資格をしっかり持ってその上でもって業務管理者につくっていうのが、まあ、まあ正直言って正しいルートという気はいたしますね。はいはい、管理業長く従事したいっていう方はもうぜひ、あの賃貸不動産経営管理士の方を取っていただきたい。あ、なるほど。はい、まだ、まあ、両方持ってれば言うことはない。言うことはないですかね。はい、あの今そのハウスメイトマネジメントというグループ会社の
賃貸物件の方を管理するということがメインの、はいお仕事というか会社にいらっしゃいますけど、はいハウスメイトグループ全体だとやっぱりショップがあったりとか、はいまあ、しますので、実際にその賃貸の仲介なんかの仕事にこう回るということも、はい、グループ内でもって移動するということも結構多いんですか？すごくしょっちゅうありまして、ジョブローテーションがすごく盛んに行われているので、はい、私も入社の時はハウスメイトショップでしたけど、はい、5年後にハウスメイトマネジメントの方に移っているので、はい、あとハウスメイトワークスという建設業の設、ねはい、免許を持っている会社もありまして、はい、あとはまあ本社系の業務もありますので、こう結構いろいろ移動があります。ですね、ハウスメイトグループさんはすごいいいですよね。いろんなこの、不動産業に対していろんな部門があるんで、一つだけじゃないんで、こういろいろ回っていろいろ経験して、知識とか経験を積み上げていく。で不動産に関して、プロフェッショナルになっていくってことが可能なん でなかなか魅力的ですよね。私は若ければぜひお世話になりたいかなと思いますね。割と現場で働いてると、その必ず何年ごとに仲介から管理、そしてまたリフォームとかって動かないので、やはり目で見えるぐらいの大きさのところにそういう仕事をしている人がわーっている、私たちでもこう同業の地元ですごくこうこの地域でやってるっていうような管理会社さんとかを見るとすごくいいなって思いますけどね。やっぱり仲介だけじゃできないですし、管理だけじゃできないですし、もうみんなやっぱり売買の人とかもいますし、全部つながってる仕事なので、なるほど、同じ建物の中にこうそういう人たちがいて日常的にコミュニケーション取れるような環境は正直すごく羨ましいです。ああ、なるほど。そうですか。はい。ハウスメイトグループさんは、管理個数的に言うと、昨年度の、ランキングで言うと7位ですかね。はい、しばらく7位が続いて。ちょっとトップにね、巨大なのが、はい、いらっしゃるんでね、なかなか、言っちゃってるのが大東建設さんが。そうですね。ちょっとずば抜けて管理コストが多いですよね。1位から6位までの会社さんは、みんな自分たちで建築をしている会社さんなんですよ。ですよね。で、7位の私たちは基本建築はしないで、管理業独立系の管理会社というふうに対外的に言ってるんですけども、そういう意味では管理をずっと管理されてきている会社だっていう自負はあります。なるほど。入居者の方にこう継続していただく、入居いただくってことを結構モットーにされていらっしゃいますね。はい、でいろんなこう仕組みなんかを、はい、用意されていらっしゃるんですよね。はい、賃貸の大家さんの賃貸経営をずっと長年見ていると、やはり入居者さんの家賃が経営の源泉ですから、じゃあ家賃が切れ目なく入ること、退去しても決まること、家賃が下がらないことで、退去した時に部屋がめちゃめちゃになってないこととか、うん、そういうことがみんな賃貸経営にこう全部つながってくるんですよね。なるほど。はい、なるほど。なかなか貴重なお話がありがとうございます。なかなか高度な仕事なんですよ。そうですよね。はい、なんか私も昔その、宅建業をやってて、どっちかというと売買中心でやってて、でその頃、まあもう20年以上前ですけども、どうしても管理って言うと、地味な花形はやっぱ売りで、そうですよね、財布ね、管理はちょっと地味、取れるお金が違いますからね。まあ本当その一時だけなんですけどね、はい、だからまあ長めでやっぱ管理がね重要だってことが、もう本当最近それがだんだんこう浸透してきて、でやっぱりまあそんなこともあって、きちんと管理に関しての法令ってことだと思って、はい、今回賃貸住宅管理業務になってね、これすができて、まあ、ますます発展が期待される業者かなって気は、はい、本当に今日もお話を伺って、はい、そんな感じがしますね。はい、じゃあちょっと話を戻しまして、賃貸不動産経営管理士 の、まあ、これも今もうずっとなんかお話で聞いてきた話なんですけども、まあ、一応テーマとして上がってるんで、ちょっとお聞きしたいんですけども、はい、今度は取った後の取得後のメリット、はい、仕事にどう役立っているかについてってことなんですけども、はい、まあ、まさしくちょっと今お話しした話ですけども、はい、まあ、できました。もう一度、はい、お話しいただければ。本当に今時代がいろいろ変わってきていて、やっぱり SNS が
出てきてこうすぐ何か苦情があったらこう広がっちゃうとか、あとやっぱ法律もすごくいろいろ厳しいじゃないですか。なので普段の業務で我々その法律に関わること、仲介も管理もそうですけどすごくたくさんありますし、例えば消防点検だってあれも法律で決まって回数とか消防署の出すとかも決まってるので、その法を犯して間違って何かをしてしまうっていうのは、やっぱお金をいただいて管理をしている以上やっぱりダメじゃないですか。あのそういえばありえないので、ちゃんと正しい知識を正しく得て、それをこうオーナーさんにもお伝えして正しい管理をしていくっていうのはすごく重要なんですね。リスクヘッジにもなるので、る、まあ、そういうことをきちんとやっていかないといけない。そのためにはじゃあどこでそれを学ぶのかって言ったら、やっぱちゃんとこうしっかり勉強する機会が必要だと思うんですね。なるほど。やっぱりその今、会社の重要なポジションにいらっしゃって、多分いろいろこう採用なんかにもですね、関わっていらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、どういう人材を管理業界としては求めていらっしゃいますか？管理業はやっぱりどうしてもこう対人が必要なので、はい、人とのコミュニケーションがストレスなく、まあ、ストレスは当然あるんですけど、まあ、できる方がいいかなと。あとは異業種から転職してきた方とかもやっぱりこう社会経験をいろいろされて来られてる、ある程度こうやっぱり30代ぐらいの方とかが本当に生きる仕事なのかなと。結局生活に密着してるので。なるほど、はい、じゃあむしろその学校出たてなんかよりも、はい、社会でこういろいろ揉まれて経験してきて、で一応コミュニケーション能力もあって、はい、でまあ最低限の管理業務に関しての知識を持っているみたいな方が来ると、はいはい、やっぱそれはすごく理想的な、いいと思います、ね、なるほど、はい、むしろそういう方が生きる業界だって言えるそう思います。やっぱりある程度のこう社会経験がないとオーナーさんともお話ができないので、仲介はやっぱり若い人がお部屋探しに来るので、はいはい、仲介の現場では若い人が大丈夫なんですけど、やっぱりある程度こう年齢がいった人じゃないと、対大家さんとか入居者さんでもある程度の年齢の方も多いですから、そうなってくるとこう自分のこう経験が社会経験が生きるというか、そういう場面も出てくるので、もちろん若い人も歓迎ですけど、転職でこの業界に来て長くやろう、長くこの業界でっていう方には非常に向いてるんじゃないかなっていうふうには。あ、なるほど、はい、なくならない AI では置き換わらない仕事だと思うんで。そうですね、はい、これはねやっぱ人対人の話ですのでね、はいはい、なるほど、分かりました。じゃあ最後でいいかな、最後の方です、うん、じゃあ最後にですね、これから、資格取得を目指す方々への、まあ、アドバイスということなので、ちょっとお話を、いただきたいかなと思います。今、ハウスメイト、グループさんの中では、賃貸不動産経営管理士の資格っていうのは、やっぱりかなり積極的に取得を推奨されていらっしゃるんですか？うん、はい、管理部門と、あと管理契約をする部門だと、もう取ってないものはもう全員取るという感じですね、動き的には。なるほど。はい、まあ、宅建は持っててある程度、はい、当たり前って感じで、宅建も同じようにこう、持ってないなら取りなさいって感じです。あ、なるほど、はい、なるほど、分かりました。はい、じゃあ、すみません、アドバイスということになってですね、はい、お話をいただけますでしょうか。はい、本当にこの仕事、特に大家さんの賃貸経営を支える仕事になるので、賃貸住宅があったときに、やっぱりエリアとか築年数とか規模とかと何と思ってるとか、皆さん、大家さんごとに状況はバラバラなんですけど、その土地建物のこう、まあ、建物を基本に管理するんですが、それをこう最大限にその大家さんたちが望む形に収益を上げていくっていうのって、なかなか難しい仕事になります。でやっぱりこうテキストの中に詰まってるような知識が、一つ一つ全部それがこう、収益アップに生きてくる。やっぱいい管理されてちゃんと毎週な物件はすごく儲かりますし、ガラガラで汚くて、いろいろトラブル含みっていうと、やっぱりどん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 こう悪い物件になっていってしまうので、そこをこうよく変身させる仕事はやっぱこの資格があってこそかなと私は思ってますので、もしこの業界に転職したいとか、チャレンジしたいという方がいらっしゃれば、ベースに基礎のこういう知識を得た上で、
業界に入られるとすごく役に立つんじゃないかなと思います。現場に来てからだとかなり仕事忙しいので働きながら資格を取得している人も本当頑張ってほしいんですけど、今転職考えてたらもうぜひ取ってから就職活動されるといいかなと思ってます。はい、ありがとうございます。ではですね、お話はこれぐらいにしまして、で、続いて皆様方のですね、ご質問を、お受けしたいと思います。せっかく実務課の最先端でもっとお仕事されている伊部さんいらっしゃってますので、管理業務のお仕事に関することでも結構ですし、あるいは、賃貸不動産経営監視資格に関するご質問でも結構ですね、ぜひご質問いただければと思います。で、Zoom の、Q&A はですね、そちらからご質問を、お願いいたします。で、質問される場合には匿名で質問ということで、ご選択ください。実名出てしまいますとですね、ちょっとご質問にお答えできなくなってしまいますので、ご質問は必ず匿名で質問するをご選択いただきたいと思います。ではちょっと、5分ぐらい時間を取りますので、ご質問ある方はぜひですねご質問いただきたいと思います。じゃあ一旦、ご質問時間にしたいと思います。はい、じゃあですね、ご質問をお答えしていきましょう。まず本年度の受験対策として昨年までと違って対策しなければいけない点について教えてください。でこれはまあ受験対策なので私の方からお答えすると、基本的には変わらないですね。ただいくつか今年出るかなって話があります。先ほど申し上げたような、仕分けに関する話ですかね。でこのあたりはまた別途セミナー等でお話をしたいと思いますので、タックの、ホームページ、チェックいただいてセミナーをお受けいただければと思います。じゃあ次に、実務の現場で他事業と関わる場合、どのような事業の方と関わることがあるでしょうか。じゃあこれは井出さんの方にお願いできますね。はい、事業を本当に管理の現場で働いているというよりも、今私がやっているような管理業も分かりつつ次のオーナーコンサルティングへってなっている段階だと、土地家屋調査士さんとか、あとは税理士さんとか、あと司法書士さんとすごく関わります。賃貸管理のベースがちゃんとやれてると、そういう相談がすごく来るようになるんですね。そのいろんな相談が、そうするとそういう事業の方と連携しながらやることが非常に多い。一番多いのは税理士さんですね。はい、オーナーさんの頼んでる税理士さんと連携しながらとかも結構あります。はい、はい、じゃあ次に、法改正に合わせて出題されると思われる論点はどのような点になりますでしょうか。法改正はそれほど大きいものはないんですけども、やっぱり直近の民法の改正は注意でしょうね。あとは改正ではないんですけれども、新法である賃貸住宅管理業法、これは昨年もね、非常に出題数多かったところですので十分対策しておく必要があるでしょう。あと宅建満貫の知識があればどのぐらいの勉強量で合格できるでしょうか。いつ取ったかによってよりますね。違ってきますね。ちょっと前だと、そんなに勉強量は変わらないかなってところですかね。ただ間違いなく宅建とか満貫の知識っていうのはこの資格試験でもいきます。でざっくり言っちゃうと、最近満貫とか宅建、取ったってことであればね、100時間程度勉強時間確保できれば十分合格できると思います。じゃあ次に、オーナーで、賃貸不動産経営管理士の資格を持っている方はどれぐらいいらっしゃいますか。これちょっと私の方からまずお答えすると、これは別に統計とかないんでね、何とも言えません。ただ実際の、受講生の方、講座の受講生の方をとの中で言うとですね、1割ぐらいが多分オーナーさんかなというところですかね。実務的というか、伊部さんのお感じとしてはどうでしょう、はい、実際のオーナーさんとの付き合いの中で。投資家オーナーさんとか、はい、あと2代目のオーナーさんですごく勉強している方とかは、はい、賃貸不動産経営管理士取ったんだよとか、これから受験するよっていう方はちらちら出てきてますね。なるほど。はい、地主系の方だとまだそこまで名刺にあるって、これの資格はどんな資格なのって聞かれる感じです。なるほど、はい、なるほど。いわゆる意識高い系のオーナーさんは
取ってる方がいらっしゃって、でもこれ取って不動産投資するってすごくいいと思いますね。そうですよね。はい、はい、宅建試験が終わってから取り組むことで合格は無理でしょうか。無理ではないです、無理ではないです。ただ、宅建の試験が終わってからまずモチベーションを落とさないようにして、かなりの、まあ、時間を、ね、確保して、で勉強を取り組む必要がありますね。なんとなく宅建の試験が終わってから過去問だけやってということだと難しいと思います。最近は宅建の試験に受かったんだけども賃貸不動産経営管理の試験に落ちるって方も、ね、出てきてますので、決して賃貸不動産経営管理の試験合格率が高いからといって内容的にはなめてかかるような試験じゃないというふうに思ってます。ただ、宅建終わってから、しっかり、ね、時間取ってモチベーション下げずに勉強できれば合格できます。はい、55歳ですが賃貸不動産経営管理士を昨年取得しました。異業種からの転職は可能でしょうか。これはぜひお伝えいただきたいです、はい、不動産の管理をやってる会社ってもう規模もエリアもバラバラなので、募集をしている内容で年齢不問のようなところだと多分問題ないのかなと思います。何歳までって今でできるでしたっけ、年齢をこう管理業は何歳までとかで募集がなっちゃってると引っかかっちゃうかもしれないですけど、そういうのが特になく幅広く受け入れているところだったらこの資格も持っていて年齢と社会経験結構生きる仕事ではあるので無理ではないと私は思います。私も50代でした。つまりハウスメイトマネージメントさんではいかがでしょうか。もし今ちょっと応募が来た場合人事の方でその、うん、どう考えるか、年齢をどうしているのかちょっとわからないんですけど、うん、現場の方としては別にそれは生かせる道がある。すごく人手不足なものですから、はい、どんどん人は来てほしいですし、結構中途で私と同じ年代とかの人は入ってきてますよね。そうなんですね、はい、じゃあ十分可能性があるんですよ。はい、では、過去問攻略だけでは今年の試験の合格は無理でしょうか。正直申し上げて過去問攻略は、最低限のやっとかなきゃいけない、内容でしょうね。でやはりプラスアルファでしょう。多少幅を広げ、であとは、奥も深くですね対策しておくのが、まあ、間違いなくね合格するためには必要じゃないかなと思います。はい、大家さんと賃借人との間で修繕の交渉をするにあたって上手に会話の取り上手な会話の取り付け方を教えていただきたいです。修繕の交渉をするときに敷金清算とかのことですかね。そうですかね、はい、やはりこれも国交省の敷金清算のガイドラインが当然下敷きにありますので、そこの知識を使いつつこういうルールがありますよと、で今こういう状態なんでこうですねっていう割とそのこう理屈でちゃんと片付くところプラス、あとは相手の大家さんと入居者さんのお人柄とかにもよって、じゃあざっくり半々でとか人を見ながら、あとはベースに法律っていう法律というか、まあ、ルールがあってっていう感じでやってますかね。なるほど、はい、大家さんも人間なんで賃借人の方がですね法律とかを盾にとってなんか高飛車に来られると、やっぱりね大家さんもカチンときちゃってですね受けてくれない、まあ、そこは本当に人と人との交渉事なんで、そこをね踏まえた上でもって常識を持って接していただければ、きっとですね、大家さんとうまくお話ができるんじゃないかなと私は思います。はい、じゃあ次に、転職したくて昨年宅建に合格できました。今年は賃貸不動産経営管理士に挑戦したいと思いますが、年齢はネックではないでしょうか。現場では高齢者も無理でしょうか。ちなみに私は66歳です。今度は66歳ということでご質問いただきましたけど、どうでしょう。会社の規模とかにもよると思うんですけど、私日本賃貸住宅管理協会でレディースインをやってるんですが、そのレディースインの仲間全国の女性の社長さんがいっぱいいるんですけれども、そういうところで割との規模がそんなにこうその場所で地域でやってる規模の大きくない会社さんだと割と年齢の高い方でも雇用されてるっていうのは聞きます。結構高齢者の入居者さんが増えていて、
そういう方との対応も今後多分高齢化社会で賃貸に住む高齢者が増えてくるので、なるほど、若者だとちょっとできない難しいところですね、ことが結構出てくると思っていて、うちの会社でも結構管理の現場をやって年齢重ねた社員をその高齢の入居者さんの対応の方にこう回したらいいんじゃないのみたいな話もちょっと出たりとかしてますんで、そういうニーズをうまく会社さんとの相性によりますけど掴んでいただけば年齢は割と長くできる仕事はあるんじゃないかなというふうに思います。なるほど、まあ、66歳でも十分チャンスはあると。フルタイムでこうその現場行けって言ったらその体力が多分疲れちゃうと思うんですけど、その社会と関わるでお給料どれぐらいもらうっていうののバランスにもなると思うんですが、フルタイムで今の現役の管理担当と同じ仕事をするって言ったらすごく疲れると思うので、うん、その働く内容とかによってはありかなと。なるほど、はい、私も60歳を超えてますので参考にさせていただきたいと思いますね。はい、過去問にプラスアルファということでしたが、具体的にどのような勉強をすればいいでしょうか。まあ、過去問に、プラスアルファのところの話ですかね。やっぱりこれは定評のある基本書ですかね、勉強の基本書、それをですね、探して、でやはりしっかり読み込むということでしょうね。で基本的に法律のところでもってしっかり得点できれば多分合格できますので、特に法令部分についてそういった形でもって、きちんと体系立てて内容が整理されている基本書ですね、これを探してそれをしっかりね、きちんと頭から読み込んで理解をするという、まあ王道の勉強ですけども、それをする必要がある。あるいは、資格学校でもって講座に入ってですね勉強するというのが一番、手っ取り早いんじゃないですかね。当然プラスアルファに関してもきちんと、講座の方で情報はねご提供申し上げますので、まあ、そういうやり方があるんじゃないでしょうかね。はい、あと、これが最後ですか。はい、宅建満館管業、管理業務主任者かな。宅建、マンション管理士管理業務主任者 FP1 級を所持しております。50代半ばですが、不動産協会が初めてでも就職できそうでしょうか。まあまあ、結構、今日はこの手のご質問が多いですね。やっぱり実務の話ですので、はいはい、じゃあ、皆さんお願いします。はい、資格としてはもうすごく十分で、賃貸不動産管理の中でいくと、マンション管理士と管理業務主任者は、どっちかというと分譲系の業務になるので、我々だとそれを持ってて役に立つのは、賃貸の区分所有のところの貸すとか、そういった時にこの知識は役に立つんですけど、全体の中ではちょっとそんなに占める割合が少ないので、ただまあ建物管理のことはちょっと勉強しますからね、関係はあるんですが、まあ宅建そして FP1 級も持ちで、ちょっと身体の宅建管理士も取っていただいて、でそういうこう割と地場の会社さんとかだったらありかなと思います。資格的にはね、十分ですよね。すごく頭のいい方だなっていう感じがあるので、あとはそのこれまでそのどういうお仕事を別でやられてきたかとか、そういうことも含めて社会経験もプラスになりながら、お仕事を就職活動をされると、こういう仕事をしてきてそれがベースになって賃貸管理業にも生きるっていうのは絶対あると思うんで、まあ、期待できそうですので、ぜひ頑張っていただきたいと思いますね。はい、じゃあ、以上ということでよろしいですかね。ではですね、今日の、セミナーに関しては、以上ということになります。で、タックでは、今年の試験向けの賃貸不動産経営管理士の講座ですね、総合本科生あるいは速修本科生というものをご用意しております。でまたこちらの講座の内容に関してはですね、来月再来月あたりでもって、セミナーをですね、この形でもってまたセミナーをですね開催させていただきますので、ぜひホームページチェックいただいて、でご参加いただければというふうに思います。
あと、7月31日まで、早割キャンペーンというですね、お得なキャンペーンを行っているそうですので、まあ、早めに学習スタートということもありますので、ぜひご検討いただければと思います。で、過去の、試験対策なんかの、動画もですね、ホームページの方でもって公開しておりますので、ぜひ、ご参照いただければというふうに思います。じゃあ、以上ということです。皆さん、今日は本当にどうも。どうもありがとうございました。参考になって、勉強になりました。ありがとうございました。